ささんこんんこにちは池さんです今日はですね、えー、僕の失敗談をもとに、えー、サーフポイントになっている駐車場での車中泊のマナーについてお話ししようかなと思います。これは、えー、今からね2年前ですね2017年の夏に四国の高知県にトリップした時の失敗談です。高知県にある 二サーフビーチっていうところがあるんですねでそこは読んで字のごとくサーフビーチっていうぐらいなのでサ,サーファーにとても人気のあるポイントでもあるんですで、えー、その車中泊の時僕たちは夏休みを前倒してお盆休みに入る前の平日にその駐車場で車中泊をする予定をしてました でね到着した日も平日の夜だったので僕らの他に車中泊をしている車が1台しかなかったのかな、確かもうガラ空きの状態ですよね、なので、えー、ときっと、これ、明日も平日だから誰も来ないんじゃないかなって勝手に思いまして。 えー、その駐車場の中でも一番ビーチに出やすい海寄りのポイントに止めた上にですね僕はすぐ車の隣にタープを立ててでその夜を過ごしましたできっと翌朝もまあ平日だからそんなたくさん波乗りに来る人いないんじゃないかなと思ってタープを立てたままの状態で寝てしまったんですねこれがねものすごい大失敗でしたすごい反省してるんですけども 翌朝ね、ね人の声で目が覚めて車を出るとその時、ね、もう6時だったんだと思うんですけども,もう周りはねすごいいっぱいサーファーの車が止まっててえどうしようって思ってすぐ片付けなくちゃって思ったんですけどもその時その瞬間にですね地元のサーファーの方が僕のところに来たのであこれ怒られるなと思ったんですよ。そしたらね すごく丁寧にというか、すごくあの優しい口調で、せっかく車中泊楽しまれてると思うんですけども、ここはサーフスポット、サーフィンのポイントなので、車中泊をされる方はなるべく奥の方、ましてタープを広げたいのであれば、基本タープ禁止なだったんですよ、後から知ったんですけど。タープももも禁止ですけどももし あの使われるんでしたら、後ろの方駐車場の奥の方でやってもらえませんかなんてね、そういうちょっとこう気遣いいただいた形でこう、助言いただいてしまって、僕はもう、すごい反省したんですよね、平日で、えー、まだ誰も来ないだろうなんて勝手に。 思い込んでまあ、タープ立てても大丈夫じゃないかなっていう浅はかな判断でやってしまったら次の日もう朝から大混雑で本当だったらすごい怒られるところなのに地元の方たちはすごい優しい形で注意してくれるっていう状態に僕は本当ね、はあ、自己判断の甘さというかねなんか誰も来ないだろうとかっていう勝手なこう 判断からやってしまったことをすごく後悔したことがあります。でですね、基本、まあ、そもそも駐車場でタープを立てるってこと自体がまナ反なんですけども、もう一つ、サーフポイントである場合、ちょっとあのお気遣いいただきたいなっていうのは、一番海に近いポイントっていうのは、なるべく利用しないで、海にアプローチするところよりも、なるべく遠い場所、 を使って車中泊させてもらうっていうようなそういった気遣いをすることでいわゆるローカルサーファーっていう人たちとのトラブルとかにもならないですごく楽しく車中泊ができるんじゃないかなと思います。なののでこれあのサーフポイントにちょっと特化した ルールというかマナーにはなるんですけどもそこがサーファーさんたちが朝から集まるようなところであった場合は車中泊する人たちは少し、えー、場所ねあのすぐトイレの近くを占領したりとかそれから海に出る一番海にアプローチする一番いいポイントを あえて使わないっていうような心遣いをすることで地元の方たちともこうちなみにですねそこのサーフポイントでサー,フンサーフィンもさせてもらったんですけどももうねすれ違う人それから海の中で目が合った人たちっていうのがねみんな気持ちよく「おはようございます」「おはよう」ってね挨拶をしてくれるっていうすごく気分のいい マナーのできてるポイントだったんですね。だけに自分がやってしまったその浅はかな判断と行為は今でもね後悔していることの一つです。なのでお互い気持ちよくそして楽しく車中泊をするためにもその駐車場のルールであったり、まあ、特にサーフポイントにもなってる駐車場で車中泊される場合っていうのはちょっとそういった周りの状況とかもあの意識して やられると、えー、トラブルもなく楽しくできると思いますのでぜひ参考にしてもらえるといいなと思いまして今今日日ははっっててまます最近この,あの自撮りトークスタイルで喋ってる時全然ふざけないね池さんって突っ込まれたんですけども真面目にしゃべる時だってあるんじゃーいということで、えー、今日もね僕の池さん流車中泊のマナー についておしゃべりしてみました。あの完全に編集作業が間に合ってないので即席でこんなのばっか作ってますけどもちゃんとした車中泊トリップの動画も作ってますんで楽しみに待っててください皆さん見放さないでくださいねというわけで池さんでした。バイ。Dude! That father is ten permed!